どうも、つむつむしめたです。こちらね、秘密のサブサブサブアカなんですけど、今回ね、ダッフィー&フレンズのガチャが来てますってことで、今回はダッフィー、ミッキーのダッフィーをね、ちょっと狙って引いていこうかなと思います。一応ね、シェリーメイトジラトーリも出てないから、これもね、狙っていきたいよね。ちょっと、来月の新つむがね、キンハーではない、キンハーとか、まあ、ツイステではない可能性がね、結構出てきたので、まあ、それならまあ、今回引いちゃっていいかなってことで、惜しみなくね、引いていこうかなと思います。で、なんとね、15万コインと、プレチケ1枚しかないので、全然引けません。6回しか引けないんですけど、これの状態でね、ちょっと頑張って、引いていこうかなと思います。出るか?めちゃくちゃきついかもしんないけど。おー、シンデレラ!ありがたい。ありがとうございます。よし。バズライトイヤー。いや、どれくらいの、でも結構ね、新爪が出るんだよね。やべ、フラグだったかも。やめてくれよ、ちょっと。あ、ちなみにちょっとね、謝罪をしなきゃいけないことがあって、これね、前回っていうか、まあ、動画のコメントでね、リーナベル当てたいから、全資格グリートアップちょっと残念みたいなコメントがあったので、それに対してね、多分今回、前回の確率アップと、リーナベルとかの確率自体は変わんないですよっていう風にね、コメントで返しちゃったんですけど、なんとですね、今回、一体あたりの確率が前より若干下がってました。すいません。これ本当にすいません。おぉ、クッキーアン、でもクッキーアンが一番出てんだよな。やばい、普通に爆死かも。うわ、めちゃくちゃ爆死しちゃった。よし、ということでね、6回分溜まったので、ちょっと、引いていこうかなと思います。いや、出るかな ?6 回。6回ってやっぱきついんだよね。6回ずつ引いてってるみたいになってるけど。あ、でもね、どっちにしろ、あと10回かな?うん、あと10回引けば、スキルチケット手に入るんで、そこまではちょっと頑張って引きたいね、今月。おー!来たー!ありがとう!これが欲しかったんだよ。ありがとうございます。やった!二発目。よし。よし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 。よし、やっとゲットできました。あ、やばい。ハートがない。ハートがないので、ちょっと後でやりますわ。ちょっと後でやります。ちょっと先に、どうしよう、先にちょっと、引いちゃおうかな。残りね、もう出てないのが、シェリーメイト、ジェラトーニのみです。シェリーメイト、ジェラトーニどっちかが出れば、勝ち。あ、オッケー、ステラル。いいね、いいね。全然オッケーです。はい。あと3回。さあ、何が出るのか。白雪。いいぞ。ペアツム出せたのめちゃくちゃ嬉しいな。やった。これでスキル1検証できるね。あ、リーナベル。嬉しい。リーナベルもね、スキル上がれば強いのでね。やばい。あー残念。まあまあまあ、いいでしょ、いいでしょ。ペアツム出せたんで、めちゃくちゃよかった。よかった、ほんと。よし。まあ、ということで、ちょっと、でもね、まだもうちょっと引こうかなと思います。ちょっと、シェリーメイト、ジェラトニーは、ちょっと母体確保しておきたいので、頑張って引けます。まあ、その間にちょっと、ミッキーのダービーのね、効率検証とかもしようかなと思います。ちょっと、ハートが溜まるまで、待ちます。はい、ということでね、ハート溜まったので、ちょっとね、54のみでプレイしていこうかなと思います。スキル1、ちょっと初めてやるかも。初見プレイの時、以来かもね、スキル1。どうかな?スキル1だと、なんか、横ラインの消去ってよりかは、マレ系の、ロングチェーンの方がね、結構、コイン数に影響しそうだよね。はい。ちょっと音量下げようかな。なんか、あんまね、音量上げるとね、音が二重になっちゃうんだよね。はい。よし。さあ、ゴー。オッケー、いいぞ。ダッフィー用意。はい。あ、ミスったミスったけど、いっか。もう横ラインはね、そんな気にしなくていいよね、もうスキル1だったら。やばい。あー、間に合わず。これさー、いい感じにロングチェーンしないと結構あれかもね。難しいかもね。ほい。ただやっぱ、ちょっとこの後ね、アイテムなしにもやってみるんだけど、これ、おそらくね、低スキルのうちは、アイテムなしがかなり強いんじゃないかなと思います。このツム。はい。ほい。めちゃ繰り越した。やべえ。ミスった。盛大に。盛大にミスってしまった。オッケー。いいでしょう。
これダッフィーいないな。ダッフィーいない。まあそういう時もあるか。しょうがないしょうがない。でも頑張れば6000枚くらいはいけそうだよね。スキル1でも。はい、ちょっとね、僕はね、このツムのね、ノーアイテムに結構期待してるんだよね。アイテムなしがね、ほんと強かったので、スキル3やった時ね。マジでね、スキル、アイテムなしにしてめっちゃ化ける可能性がある、スキル1でも。よし。さあ。OK。ほい。いないけど。いい感じに消したい。横ライン発動。うわ、西田の OK。まあいいでしょ、いいでしょ。全然いい、全然いい。ほい。まあ3回安定させたいね。これね、アイテムなしでもね、3回できるんで、おそらく。そこがこのツムの強み。よし。あー、繰り越しちょっとミスっちゃった。ほい。よし。よし。ミッキー多いぞ。ほい。いやー、これ発動できたけど、ちょっと間に合わないかな。間に合った。間に合ったけど、そんなに消去数稼げなかったな。まあ、4000くらいか。4000くらいなりそう。まあ、アイテムありだとコイン稼ぎには使えないかもね、スキル1だと。ほい。ほい。うわ、2個減ってしまった。いやー、めっちゃロングチェーンミスってるかも。きた。うわ、今めっちゃ消しそうだったのに。もったいねえ。はい。あ、でもいいぞ。一気にコイン増えたな。今のスキル結構割とうまくロングチェーンできてたから。稼げたぞ、結構。よし、トリマ5000。はい、5000いった。ちょっともう一回、もう一回ね、頑張ってね、ミッキー発動すれば、6000ワンチャンあるけど、ちょっと間に合わない、間に合うかな。間に合わせたい。OK、間に合っ、あと3秒。3秒だ。3秒以内に、一回、大消去出したいな。いや、間に合わなそう。いや、間に合わなかった。5300、まあ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 。とりあえず54のみだとまあね、コイン稼ぎちょっときついかもしれないね、これだと。問題はちょっと、アイテムなしだよね。アイテムなしで割とコイン稼ぎ優秀の可能性があるので、やってみるか。すっごい、すっごい伸びるんですけど、ちょっとこのアカウントはね、レベルロック解除しないんだよね。あ、よし、ちょっとビングやってたんだよね。はい、ありがとうございます。54のみチケットいただきました。はい。54のみチケットじゃないわ。54チケットは普通に。アイテムなしいきます。アイテムなしだと、まあ、若干スキル回りづらくなるんだけど、それでもね、ダッフィーのスキルがめちゃくちゃ軽いから、意外とね、スキルは回ってくれるんだよね。ほい。さあ、行こう。うわぁ、ダッフィーちょうど真ん中にいるな。ちょっと配置が良くなかったね、今。うわぁ、ちょっと、1回目からめちゃくちゃ微妙だった。めちゃくちゃ微妙でした、これ。まあ、でもさ、はい。頑張りたい。頑張りたいです。これは、先にミッキー溜まりそうじゃない？ほい。よし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 。オッケー。ちなみにスキル3の時はね、普通にね、ノーアイテム平均5000枚いってたような気がするから、めっちゃ強いんだよね。ほい。うわー、間に合った。まあ、こんな感じか。
やべべ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 。ほい。1500枚。3000枚くらいかな。でもちょっとさ、最初のスキルがね、微妙だった気がするから。あと、ダッフィーがあんま降ってきてないな、このプレイ。よし。まあ全然、ミッキーが降ってきてくれればいいんだけど。よし。これ下のミッキーが、すごい場所取ってるな。はい。うわ、マジか。今絶対溜まると思って連打してたんだけど。溜まってなかった。ほい。あと一回いけるかな？うわ、微妙だな、めっちゃ。スキル3から強いのかな、このツム。先に発動しちゃおうか。いや、間に合わないわ。これどうしよう。ちょっと苦渋の決断で今、ダッフィー発動しました。オッケー。4秒か。4秒で巻き返せるか。スキル3の時と比べるとすっごい微妙になったな。スキル1。いや、でもね、これね、下振れてるような気するんだよね。もう一回やってみていいですか、ちょっと。ごめんなさい、動画の尺めっちゃ長くなっちゃうんだけど、あとハート1個あるんで、もう一回やらせてください。これね、なんかちょっと下振れてるような気がする。ノーアイテム兵器3000枚くらいいける気がするんだけど、スキル3で、平均5000枚近く、5000枚いってたっけ？そんくらい強かったんで。よし。やば。OK。まず1回目。このさ、ダッフィーがすごい運だよね。ここ。これ効果時間じゃないから、割とこの盤面運がめちゃくちゃ重要だね。あー、これすっごい。すごい残念な感じだった、今。はい。なんか気持ちいいプレイができてない気がする。もうちょっといい感じに振ってくれればね、いいんだけど。スキル3の時ね、もうちょっとね、スムーズにできたような気がするんだけど、やっぱスキル1だからかな。効果時間変わんないはずなんだけどね。ほい。ちょっとやるか。やべえ。OK。え、ペースやばくない？ペースやばいぞ、これちょっと。ほい。OK。よし。ここ。うわー。間に合わず。なんかこの動画で一回も、まあ、40消去は出せないか。でも30消去がマジで、この動画の中で全然出てなくない？何回したんだろう、この動画の中で30消去。普段ならもうちょっと30消去できる。スキルマックスだと結構できてるよね。でもさ、違いないはずなんだけどな。低スキルと。ほい。来た！よし！今のを待ってた。いや、盤面次第でめちゃくちゃ変わるぞ、このツム。稼げる量が。さっきまでさ、全然稼げなそうなペースだったのに、一気に持ち返したわ。あ、ミスった！あぶね。やば。あ、間に合わない。間に合わなさそうです。残念。まあ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 。3000万いかないくらいか。まあ、スキル1だとそんな使えないかもね。スキル、結論。結論的に言うと、まあ効率検証してみます。この後一応。ただちょっとね、使ってみた感想としては、このツムはスキル1だと多分そんなに
ちょっと使いづらいんじゃないかなと思います。やっぱ最低スキル3は必要かな。スキル3までなるとね、必要つぶす37ってやばくない？めちゃくちゃ多いね。で、スキル3まで上がると、まあ一応アイテムなしでも結構稼げるようになると思うので、まあ、ミッキーアナダッピー今ね、ちょっと扱いが難しいってのはあるからね、ただでさえ。まあ、ちょっと、スキル1、ちょっと使いづらいなって思いました、この妻。はい、ということで今回は、ダフィアのフレンズの、ガチャをね、すごい小分けで引いていきますっていう動画でした。あと5回分残ってるので、5回分は、ちょっとまたね、引いていこうかなと思います。ということで、今回はサブサブサブアーカの、ガチャ動画でした。この動画良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ここまで見てくださった方、本当にありがとうございます。それでは皆さん、バイバーイ。本日もご視聴、本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかをわかりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。